いわゆる袴田事件で東京高裁の再審開始決定が出されたことを受け、検察に対して特別抗告を断念するよう求める動きが今日も広がりを見せています。再審開始の決定を受けた袴田巌さんの姉は徹底抗戦する構えですが、支援の輪が広がっています。病院に行かせるというよりも自分に行かせるように、もう大丈夫だよ安心しろって言って話をしたんですが、まあ多分通じたと思う。多くの報道陣が集まる中、浜松市の自宅で会見を開いたのは袴田秀子さん。東京高裁が月曜日に出した再審開始の決定を巌さんに伝え、大丈夫だからねと話したといいます。1966年、現在の静岡市清水区で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件。死刑が確定している袴田さんに対し、東京高裁は月曜日、再審・裁判のやり直しを認める決定を出しました。ただ今回は再審開始が認められたものの、検察による特別抗告で審理が継続される可能性は残っています。検察庁の特別抗告ってのは、まあ、権利でしょうからね、まあ、やるだろうと思う。これは無理だって言っても無理なことをやるのは警察ですよ。こうした中、この特別抗告を食い止めようという動きが広がりを見せています。元プロボクサーである袴田巌さんの無実を訴えてきた日本ボクシング協会は、今日午後検察庁を訪れ、速やかに再審を開始させるよう申し入れました。検事長の方に正確に伝えてもらいたいというような気持ちで、入室した全員が一言ずつ喋らせていただきました。全世界にツイッターでも展開しておりまして、もう早速スライマン会長が世界のボクシング界宛てにそのツイートを拡散をしてくれてます。また同じく袴田さんを支援する党派を超えた議員で構成する議員連盟は、申し入れ書を法務省に提出、特別抗告の断念を求める考えを伝えました。やっぱり特別抗告をこれ絶対阻止してほしいということで、大臣には執権も発動して、それをよろしくお願いしたいという内容でございまして、検察庁を所管する斉藤健法務大臣は昨日の会見で、東京高裁が捜査機関による証拠捏造にまで言及したことについて、法務大臣としてこの場で所感を述べるというのは差し控えたいと回答を避けました。検察による特別抗告の期間は来週月曜日までで、特別抗告をすれば審理の場は最高裁に、特別抗告をしなければ静岡地裁で再審が開始されます。